東園議長 A バスは、長崎県東園議郡東園議長が運行するコミュニティバスである。西越バスの路線撤退に伴い、廃止代替バスとして運行を始めた。大村市、東園議郡川棚町にも乗り入れている。車両町 A バスのバス停1、線面線2、彼初線3、大野原高原線4、東部循環線長広報し、 東園議2009年4月号 P18 町広報誌、東園議2011年4月号 P3AB 対象は、東園議長に住民登録している障害者、及び同町在住の高齢者東園議長、町営バス事業の設置等に関する条例、施行規則東園議長ウェブサイト2009年3月に、全面支店は、同町の東、園議支店に統合され、 バス停の名前が瀬戸に変更となった。例えば、千面から川田町にバスで行きたい場合、千面線に乗り、町営バスセンターで彼所線に乗り継がなければならない。一般的に公共交通機関の子供料金は小学生以下であるが、町営バスにスクールバスとしての役割も持たせているため、中学生以下を子供料金としている。小学校に入学していない。 ありがとうございます。